オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件。オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件。オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件とは、1995年4月19日にアメリカ合衆国オクラホマ州の州都オクラホマシティで発生した爆破手事件である。元陸軍兵士のティモシー・マクベーラが車爆弾でオクラホマシティ連邦地方庁舎を爆破し、 子供19人を含む168人が死亡800人以上が負傷した。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件が発生するまではアメリカ国内で最悪の犠牲者が出た事件であった。事件は1995年4月19日の中部標準時午前9時2分に発生した9階建てのオクラホマシティ連邦地方庁舎。 アルフレッド・ピー・マラー連邦ビルの正面玄関前に駐車していた大量の爆発物を積んだトラックが爆発した。爆発の威力はマグニチュード3.0にも達したとされる。これにより連邦ビルは全体のおよそ80%が破壊された。事件発生当初、犯行声明などがなかったため、犯行はネオナチアイスラム過激派によるものだと推測されたが、 アメリカ国籍の白人であるティモシー・マクベイとその軍隊時代の同僚テリー・ニルズらが逮捕された。犯人がかつてはアメリカ陸軍所属で湾岸戦争にも参戦した経験のあるアメリカ人であったことはアメリカ中に衝撃を与えた。陸軍退役後警備員や銃の販売などをしていた首謀者のマクベイはアメリカ合衆国連邦政府への強い敵を抱くようになり、 白人史上主義やキリスト教原理主義の影響を受けた武装民兵組織、未完民兵などとも関係があったとされる。事件を起こした4月19日は2年前に武装カルト教団ブランチダビディアンの信者80名以上が FBI との銃撃戦で死亡した日であり、マクベイはこれをアメリカ合衆国連邦政府の応暴であるとし、連邦ビル爆破はその復讐であるとした。 爆破直後、救急隊、レスキュー隊のみならず周辺の住民もこぞって救助活動に参加し、十分な装備もないまま瓦礫の中を歩いたことで、多数の負傷者が発生するという二次災害にも見舞われた。実験オビルの跡地は整備され、慰霊公園が作られ、そこには犠牲者の使命と共に救助活動に尽力した人々の名前も刻まれた。 爆発したトラックからマクベイが降りるのを目撃した人物はいなかったが、検察側は、マクベイがトラックをレンタルした際の領収書などの物的証拠のほか、マクベイが爆弾の材料を入手するのを目にしたものや、彼の計画を聞いたという友人たちの証言を得ていた。弁護側は、身元不詳の男が真犯人であることを示す証拠を提出しようとしたが、検察側は、マクベイが 爆破犯人であることを立証するのに成功し、1997年に有罪判決が下された。アメリカ合衆国国務省は本裁判において、陪審員抜きを引くために、事件で死亡した幼い子供の最後の様子から話し始めた、検察官、ジョゼフ・ハーツラーの冒頭陳述は最も優れたものの、一つであると評価している。1993年の貿易センタービル。 駐車場爆破事件、6名死亡と本事件の発生を受け、ビル・クリントン政権は1996年に、アメリカ市民以外の被疑者の場合は、本人、弁護士に知らせない、秘密証拠によっ、国外退去処分にでき、アメリカ市民であっても、反米組織を援助した者は10年の刑に問われると、する反テロリズム法を制定した。その後、 主犯の幕兵は2001年6月11日に薬物による死刑が執行された。この模様は監視カメラ、CCTV を通して被害者の遺族に公開されたため論議を読んだ。この時の裁判の裁判長はこれで枕を高くして眠れるでしょう。法がきちんと機能したのですからと裁判後のインタビューで述べたが死刑執行のちょうど3ヶ月後の9月11日に アメリカ同時多発手事件が発生した。事件発生直後、オクラホマシティ周辺にいたアラブ系アメリカ人を含む中東系の人物役数十人が一時警察に身柄を拘束された大半が数時間以内に釈放。爆発物満載の車爆弾で連邦政府の建物が爆破される様子や事件とは無関係なイスラム教のムスリムが 不当な捜査の対象にされる様子など、この時の状況は1998年公開の映画、マーシャルにおいてインスパイアされている。また1999年の映画、隣人は静かに笑うも、本事件をモチーフの一つとしている。SF 作家、テリー・ビッスンは1999年、本事件の犠牲者遺族が報復用に、 主犯幕ェへのクローンを受け取るという内容の短編、マックたち、早川文庫 SF、90年代 SF 傑作選、初週を発、ネビュラ賞、ローカス賞を受賞している。爆破事件後も、視聴者前に残っていた木、アメリカに入れの木で1920年代の写真にも、すでに写っており、事件当時樹齢80年と推定されるは、サバイバルツリーとして、 死のメモリアル記念樹になっており、映画エリザベスタウンにもヒロインの一番好きな木として登場する。マクベイが影響されたと言われる民兵組織ミシガン民兵の司令官ノーマン・オルソンは1995年3月20日に起きた地下鉄サリン事件にアメリカ合衆国連邦政府が秘密裏に関与しており、それに起こった日本国政府が 幸福として爆破事件を起こしたとする事実に基づかない声明を発表し、後に組織を追放された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。